コレスポンデンス we receive at Easter. クリスマスの時期に愛する友人や親戚から手紙を受け取ると彼らとの思い出が蘇ってきます。メッセージに家族の写真が入っているとその思い出は一層鮮明なものとなります。その中で私が思わず見入ったのがこれです。これはひ孫の写真です。彼女を愛しいルビーと呼ぶことにします。この写真から彼女の母親が同じ年齢だった頃の頃ことの頃を思い出しました。アルバムから愛しいルビーの母親、つまり私の孫娘の写真を見つけました。私が撮影した愛しいルビーの母親の写真は29年ほど昔のもので、今もこんな青い目をしています。半世紀前の楽しい思い出が浮かんできました。愛しいルビーのおばあさん、つまり私の娘が我が家に新しく加わった時でした。これが赤ん坊の時の写真です。今や彼女は優しいおばあさんとなり、私は愛しいルビーのひいおじいさんです。私の赤ん坊時代の写真はつまらないものなのでお見せしません。これらの写真は私たち4世代が愛によって結ばれていることを表しています。家族の一人一人に対して感じている愛について考えると、天の御父がコラに対して抱いておられる愛がいかに深いかおぼろげながらわかります。世界中で家族が攻撃にさらされている今、松井聖徒イエスキリスト教会はコラの永遠の行く末について、創造主が作られた計画において中心を成しているのは家族であるという真理を宣言し、推進し、擁護しています。家族世界への宣言と膨大な家族歴史活動は、この教会が家族という神聖な制度に希望と支援を与えている数々の証拠の中のわずか2つに過ぎません。私たちはコラに対する神の愛が無限であると教えています。人種、国籍、性別を問わず神はすべての人を愛しておられます。神は初めから、そしてこれからもずっと全人類を愛してくださいます。神は家族と共に永遠の生命を得るようにすべての人を招いておられます。コラの不死不滅と永遠の命、すなわち生命をもたらすことが神の技であり栄光です。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。御子の食材によって御父の目的は二つとも成就されます。食材なしに不死不滅はありません。食材がなければ御父の前に戻ることも、家族が死を超えて存続することもありません。神の永遠の律法に従う神の子ら一人一人にこれらの完全な祝福が実現するのは食材のおかげです。有史以来、神の多くの子らは福音の祝福に預かってきました。それ以上に多くの子らにはその機会がありませんでした。天の父は創生の前から福音の知識なしに世を去った人々のためにバプテスマの儀式を定めておられました。御父はこれらの子供たちも愛しておられるからです。御父は彼らが永遠の家族の一員となるための方法も用意されました。この地上に来るすべての人は脈々と続く先祖の子孫として誕生します。私たちは生来先祖との結びつきを求める気持ちを持っています。この願望は年齢にかかわらず人の心に宿っています。祖母が家族の情報をコンピューターに入力するのを若い女性が助けるとき、あるいは若い男性が国勢調査記録から曽祖父の名前を見つけるときに気づかれる霊的な結びつきに思いを馳せてください。心を先祖に向けるとき、
私たちの内部に何かの変化が起きます。自分より偉大な何かの一部を感じます。私たちは神殿の聖なる儀式を通して先祖と結ばれるときに、家族との結びつきを求める生来の切なる思いが満たされるのです。この技が大切であるからこそ、教会は神殿を人々に近い場所に建設してきました。そして家族歴史の探求はかつてなく容易になっています。神殿の儀式のために人命を見つけ準備する方法も改善されています。2005年10月の総大会でゴードン・B・ヒンクレー大館長は、家族歴史と神殿活動が素晴らしい段階に移行することを発表し、こう語りました。地上の各地に次々に神殿が建設されるにつれ、神殿活動を進める上で困難な側面がいくつか現れてきています。同一人物に儀式が重複して施されるという問題があります。このため時に系図の探求には非常に難しい要素が絡んできます。コンピューター技術に問題の解決を求めているところです。それ以降、重複が減っただけでなく、手続きが簡素化されて、実質的に全ての教会員が神殿家族歴史活動に参加できるようになっています。この神聖な技が専門家にしかできなかった時代は終わりました。あなたがどのような状況に置かれていても、今すぐ生活の一部として家族歴史に携わることができるのです。初等教会の子どもたちは家族の記を書くことができます。青少年は身代わりのバプテスマに参加できます。またコンピューターを使って年配の人が作業するのを手伝います。親たちは自分の生涯の出来事を子孫に話します。ふさわしい成人会員は、神殿推薦状を保持して、自分の親族のために神殿の儀式を執り行うのです。ジョセフ・スミスはこう語りました。私たちがこの世で神から受けている最も大きな責任は、死者を探し求めることです。新しい科学技術によって、この責任は果たしやすくなりました。神殿家族歴史活動は新しいファミリーサーチと呼ばれるシステムによって容易になっています。会員たちはインターネットを介するこのシステムを使って先祖を見つけ、彼らのためにどの儀式を執行する必要があるかを判断し、神殿の儀式のために彼らの名前を準備することができます。家庭や家族歴史センターから、あるいはインターネットを使用できればどこからでもアクセスできます。手順は簡単です。最初に神殿の技を実施したいと思う個人を特定します。次に家族の儀式要請書を印刷します。この書類によって神殿で必要とする情報を提供するため、提出者はディスクを神殿に持参する必要がなくなります。神殿では家族の儀式の要請書から儀式カードを印刷します。儀式が執行されたら、その日のうちに新しいファミリーサーチに記録され入力されます。ところで、コンピューターを利用できない人や、この科学技術を利用したくない人はどうなるのでしょうか。心配いりません。順を追って進めましょう。まずは家庭からです。パッカー会長の提案に従って、空の段ボール箱を一つ用意することから始めます。あなたとあなたの家族に関する大切な情報をその箱に入れます。親族から集めた情報も箱に入れます。次にワードか支部の家族歴史相談員に支援を求めます。新しいファミリーサーチでは、あなたのために必要なすべてのコンピューター操作を相談員が行えるのです。神殿儀式のために名前を準備することもこれに含まれます。相談員は全世界に約6万人います。あなたのワードの相談員は親身になって助けてくれることでしょう。新しいファミリーサーチシステムは、あらゆる人が作業に参加できる一つの共通の系図を作成することによって、家族歴史活動の作業手順を変更しました。以前は個人がそれぞれに作業を行って、自分の家族記憶を持っていました。家族や親戚の他の人が行っていることを知らずに、作業を行うことがしばしばありました。
現在では各自が情報を提供し、協力して家族の家系図を作成することができるようになっています。新しいファミリーサーチは大きな前進を遂げているとはいえ、一つの段階に過ぎません。この先の作業があります。このシステムにより、長年にわたって多くの情報源から、教会に提出された情報へのアクセスが容易になったため、新しいファミリーサーチでは、以前にはわからなかった入力の重複や誤りを特定できます。この機能は初期の開拓者を先祖に持つ人には特に有益です。重複や誤りは訂正する必要がありますが、それは各自が自分の家族について行うのが最善の方法です。これらの課題に取り組む過程で挫折感を覚えるかもしれません。あなたの心配は十分に理解しています。教会はトーマス・エスモンソン大官庁の霊感あふれる指導の下で、これらの問題を解決できるよう、あなたを支援するために絶えず努力しています。私たちは神のすべての子らの家系図を作成するために力を合わせているのです。これは膨大な技ですが、計り知れない報いをもたらします。これは喜びに満ち溢れる技です。この写真には、新しい回収者が自分の親族のために神殿活動を行っている様子が映っています。これらの生徒は、グアテマラ神殿に初めて参入するために、エルサルバドル・イロパンゴステークからやってきました。彼らが手にしている神殿カードには、身代わりのバプテスマを執行した親族の死者の名前が記されています。教会の家族歴史活動を成功させるためには、真剣による指示と指導が欠かせません。指導者はこの神聖な技の根底にある教義を教え、明かしします。彼らは召しを与え、召された人が指導を受けられるようにします。彼らは神殿家族歴史活動がワードの会員を高め、新しい回収者の霊性を強め、すべての会員の生活に祝福をもたらす方法であると考えています。神殿家族歴史活動には、幕の彼方の人々に祝福をもたらす力がありますが、聖者にも同じ祝福をもたらす力があります。この活動に携わる人々を清める力です。彼らは文字通り、先祖と家族を精鋭に導く助けをしているのです。私たちは精鋭すると、先祖と家族と共に、全能の神の御元で暮らせるのです。ジョセフ・スミスは私たちの義務を予見していました。誠に主の大いなる日は近づいています。私たちは教会として、また民として、また祭り生徒として、義をもって捧げ物を主に捧げましょう。また主の聖なる神殿が完成するとき、私たちの死者の記録を載せた、そのまま受け入れるに値する書をそこに捧げましょう。その記録を作るのは個人の責任であるとともに全体の責任でもあります。力を合わせて取り組むならば、主がそのまま受け入れてくださる書を作れるのです。その記録によって亡くなった先祖のために儀式を執行でき、またもし彼らが選ぶならば、その儀式を受け入れられます。これらの儀式は幕の彼方で囚われている人に解放をもたらすのです。子供たち、孫たち、愛しいルビー、そしてすべてのひ孫たちは愛によって結ばれています。彼らは愛によって先祖とも結ばれています。神聖な儀式を通して結び合わされたこれらの結びつきは、家族を精鋭へと導いてくれます。私たち一人一人が、この聖なる目標を達成することができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。